中井義滝とは、江戸時代末期から、明治時代の大阪の浮世絵師。情報役社医において後、字牧帝皇帝と共に双壁と言われた。一応、蔡義滝、歌川薫滝などとしても知られる。歌川薫倍の門人、大阪の人。聖は、中井、一時に佐々木、名は常次郎。一応蔡、一応亭、陽水、樹枝道、里の家、豊玉。 ノリア、坂田社教などとゴース。うなぎ谷に生まれ、後に、南本町二丁目に住んでいる。カエ2二年十二歳で、カオルバイに入門。安政二年十五歳で独立し、中井カオル滝を名乗る。文久年間から明治にかけて活躍しており、芝居看板、終盤の役者へをはじめ、すり物や風景が美人画を描き、情報最後の浮世絵師と称された。他に、 徳川慶信大阪退去後の常中大和や明治初期には大阪錦絵新聞の新聞錦絵などがある。また、境の観光地を描いた境名所案内には当時としては珍しいローマ字を地名に用いた。明治7、8年頃父の祖先にあたる佐々木家を継いだが、後に弟で同じく絵師の佐々木義満に譲り、元の中井姓に戻った。 明治13年に京都へ移住後は役者へ版画をほとんど止め、主に婦人風俗などの見本画を描いた。明治15年10月の第1回内国絵画協進会には本名である中井常次郎として出品した婦人裁法図、群老遊戯図が浮世絵派として唯一の同廃を受けた。この受賞が契機となってか、 翌16年に、京都府が学校の教員として招かれているが、これをやめた時期は半然としない。明治17年4月の第二、海内国会画教進会においても、京都婦人、学校生と昇る構図が同様に、同賞を受けている。この時には、浮世絵派の絵師として、他に、橋本近信、岡本春沙も、同賞を受けている。カオルタ機の楽観。 左から、吉滝が一応、蔡吉滝一応亭、吉滝が、里野や吉滝明治18年境外町に移住、肉筆画のほか新聞、雑誌の挿絵や連載物のほかに、シリーズで発刊されていたすりもの風俗画作品社長、鳥居小牧吉とは、関係が深かったらしく、同社の引き札や、チラシポスターをしばしば手がけた。同社で、 宣伝のためのドドイツを募集した際には、重役の鳥居アタク、特兵、専門作家と共に集歌を選んだという。さらに、初期の朝日ビールの波に朝日をあしらったラベルは、吉滝のデザインで、没後の明治36年全国、衣装工芸博覧,覧,覧会で一等金牌を受賞している。明治25年に、後の郷土玩具画家である、川崎巨船が、弟子入りし、後に、 娘浜子と結婚し養子となった。去年59。海名は、楽国県、西方古寺。墓は、堺区南畑小町の南州寺。ありがとうございます。